はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。さあ、イベントの方皆さんいかがでしょうか。僕の現在の状況なんですけども、まだですね、俺の友達召喚キャンペーンは達成できていません。これトリプルゼータコインとか欲しいよね。そしていつものようにポストでYポイント、そしてシオンに勝った回数は6回まで来ました。シュナは2回まで来ました。まだ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 先は長そうな感じですけども、ダメージランキングもね、上位狙っていきます。上位の方すげえな、こんなに今回ダメージ出るのか。さあ、そしてですね、お助けパワーね、お助けメインでやっています。さあ、まずはね、レアキャラいきましょうか。さあ、ステージ11いきます。さあ、来ましたね、ソウウェイですね。今回はソウウェイがレアキャラとして時々マップにね登場します。 SS ランク、これはですね、まあ何回か周回してですね、仲間にして、そしてまあ技レベルもね上げていきたいなと思ってます。ソウウェイがまさかの今回のレアキャラ枠ということで、これはちょっとね欲しいです。パーティーはこんなパーティーでやっています。もちろん好物も与えつつ、夏希もかけまくりでいきます。まあたまにしか出現しないので、まあ出た時はね、この好物与えて夏希かけまくりで確実にね取っていきたいなと思ってます。まあでも SS ランクなんで、それなりにドロップ率低いというかね、通常レアキャラといったらねランクが低いキャラなんですけども、 SS ランクなんで、まあそこそこですよ。まあでもランク UZ とかね、トリプルゼータみたいにむっちゃドロップしにくいっていうことはないんで、まあこまめにやってればいけるんじゃないかなと思います。さあ、今回だから SS ランクのキャラ5体がマップでゲットできると、落ちませんね。なかなか渋い。マップでゲットできるキャラはね、もうほんと周回頑張って技レベル上げていきたいところ。さあ、キャプテンドードのステージ行きましょうか。来ましたね、ソウウェイ。さあ、この3体ステージの一番右側に時々現れるキャプテンドード、ソウウェイ、 SS ランク、おにぎり好きかい。さあ、皆さんはですね、キャラ、もうイベントキャラコンプリートできましたか。まあ、マップで、ね、ゲットできるキャラはね、まあ、頑張ればなんとかいけそうなんだけど、ガチャキャラが問題だよね。まあ、うまく確率、出現率アップのね、タイミングを狙いつつ、早めにゲットしたいなと思ってます。まあ、あと、販売枠どうするかだよね。モノノフシオンが今回、スターターパックということで、まあ、なくても攻略はできるけど、まあ、あると一応特殊能力があるんで楽という感じでしょうかね。さあ、ドロップしてほしい。早めにお願いします。落ちませんね落ちません、やばいです。このレアキャラもね、ほんとハマるとね、むちゃむちゃ時間かかる時あるんで。さあ、シオンレベル8。さあ、金閣のステージ行きましょうか。来ましたね、ソウウェイ。ここはもともと1体のステージなので、登場すると2体体制ということで、まあ、周回するならまあここもありかなっていう気がするね。さあ、夏希かけまくりでいきます。さあ、このソウウェイは欲しいよね。さあ、慎重にいきます。ワンフィーバーでいきます。さあ、デカプリ作っておいて、技ゲージを置く、貯める、そして夏希かけまくり。さあ、チョコリーナ最強夏希。夏希のキャラってあんまりランクの高いキャラがいないよね。最高で SS ランク。おっと、来ましたね、来ました、やっ
とまずは1体目スタートラインに立ちました。さあソウウェイは育成して使っていきたいね。これはなかなかいいんじゃないの。さあそれではね、隠しステージやっていきます。今回ね、このサイズ15以上、近くにいるウィスパーとかね、キャラがね言っちゃってるんだよね言っちゃってる。さあこんなパーティーでやっていきます。さあランガ、これ一番おすすめです。マップでゲットできる SS ランク、攻撃力アップです。そしてスキルもあります。自分以外の妖怪プニを出やすくする。そしてベニマル、各地ステージでゲットできます。 SS ランク。さあログボでもらえるリムルと、今まずレベル4ですね。これむっちゃ特攻、マップに対する特攻がむっちゃ強い。さあそしてシオンですね、こちらもマップでゲットできます。先ほどゲットしたソウウェイ使っていきます。単体攻撃、そしてデカプニで降ってくる。このスキル意外と使えるんじゃね。さあこのランガのステージはね、周回おすすめです。攻撃力アップ。この SS ランクなんだけど、必殺技ギミックは全然手抜きじゃなくてね、結構しっかり作られています。おっと来たぜドロップ。マップは今回ほんとドロップしやすいね。さあキャラもね、育成しながらやっていきます。ランが来たぜ。技レベル上げていきます。デスストーム。さあ隠されたルートが解放されました。さあここは、おっとバッドボーヤ。さあバッドボーヤはですね、こちらプニを整理する。さあ使っていきましょうか。もうすでにマックスです。さあ久々に見たぜバッドボーヤ。さあこんなパーティーでやっていきます。リムルがほんと強いんだよね。さあ今回隠しステージは妖怪ウォッチのキャラか。さあワンフィーバーでいきましょうか。リムルめっちゃ強い。デカプニ作って消すだけですげえダメージだ。いきましたね。さあクリアです。黄色コインゲット。20分以上つなぐといいことがあるようだということで、20分以上いきましょうか。もう言っちゃってますね。さあ読み減衰のステージ。さあ一気につないでいきます。さあこれで31プニいきましたね。さあ必殺技叩き込んでいきます。そしてリムル、スライム。このソウウェイもなかなかいいんじゃないの。さあ行きました。むっちゃダメージ出るね。さあしかもキャラドロップ、読み減衰。今回キャラドロップしやすくね。プラス7凸です。さあ隠されたルートが解放されました。なんか豚さんが歩いとる。お、命取り来ましたね。さあ命取りなんですけども、 S ランクの勇ましですね。鬼食いの色違い、鬼食い10凸です。そして第6の使徒使っていきます。スライムです。赤プヨを使っていきます。こちらもスライムです。攻撃力アップ。そしてリムル、
それも区別つかねえな。さあスライム軍団いきます。もうこのプニになった違和感が全くないっていうねこの第六の使徒ってなんだよ。さあそして命取り、久々の登場じゃないですか。さあマックスです。さあワンフィーバーでいきましょうか。さあフィーバータイム入りました。さあちょっと溜まってないけどからのお肉いで大量プニ消し。さあ第六の使徒、やべえ赤ぷよが溜まってね、言いましたね。さあなんとかですねクリアすることができました。さあちょっとねイベント走っていきたいなと思います。